みんなコマンタレブー。今日はアンパンマンと粘土で遊ぼうセットで遊んでみるよ。中にはいっぱい入ってるね。アンパンマン、カビルンルン、コキンちゃん、チーズ、クリームパンダとメロンパンダちゃん。あ、緑の粘土だね。クリームパンダは黄色、チーズは茶色だね。これはコキンちゃん、青色だ。カビルンルンは白色で、赤色はわかるかな。アンパンマンだね。よし、どうやって遊ぶのかな。ケースの蓋でペタッとスタンプだって。それじゃあ中を開けて粘土で遊んでみよう。開けるときは気をつけてね。よいしょ、出てきた。アンパンマンの蓋をギューッと押してみるよ。ギュッギュッギュッ。はい、どうかな、うまくできたかな。あとあとアンパンマンを作ってみよう。それとドキンちゃんも作ってみようね。まずは茶色と白の粘土、これを小さくちぎって、よし、こねてくよ。どんな色になるかな。こねこねして、よし、ほら、茶色と白色混ざったね。それじゃアンパンマンの顔をスタンプするよ。キュッキュッキュッキュ、うまくできたかな。開けてみよう。よいしょ、おー、綺麗に顔が出てきた。次はアンパンマンの口を作ってみよう。赤色と青色を混ぜてみようね。どんな色になるかな。あ、ちょっと口の色っぽくなってきたね。少し青色足しておこう。よし、こんな感じかな。アンパンマンのお口の形に合わせてみるよ。お口にペタッと貼ってみて、うん、お口っぽくなったね。これはお鼻、ペタッと貼ってみて、よし、赤色と黄色、これを混ぜてオレンジ色になってきたね。ほっぺの部分を作っていくよ。よいしょ、よし、できた。それと赤と緑で黒色を作って、アンパンマンの目の部分を作っていこう。よし、これも混ぜていくよ。こんな感じかな。どうかな。少しずつ足してって、できた。じゃあちょっと細くちぎってぺったりしていこう。よいしょ、よいしょ、よし、できた。次はドキンちゃん。まずは顔の部分を作っていこうね。まあ、こんな感じかな。次は黄色と赤色、これでまたオレンジを作っていくよ。よし、こんな感じかな。顔の部分に足していって、頭もつけて、どうかな。もうちょっと頑張ってみよう。ほっぺと鼻の部分、ドキンちゃんらしくなってきたね。よし、仕上げの部分を作っていこう。緑の粘土をつけて完成。どうかな。まあ、うまくいった方かな。よし、ここからオリジナルの粘土を作っていこう。まずはアンパンマンのパーツを外していくよ。何ができるかな。これを丸めて、丸めて、鼻を、ほっぺを、アンパンマンかな。お口もつけて、
けて、次はドキンちゃんのパーツを組み合わせていくよ。おお、なんかすごい。頭の部分をアンパンマンの形に合わせていこう。よいしょよいしょ、完成。なんかすごい感じになってるけど、まあいいでしょう。見てくれてありがとう。また見てね。このマークを押すと他にも面白い動画が見られるよ。すな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 、お砂を詰めて、すな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 、オラフができる、穴が作れる、エルサもできる。みんな、コマンタレブー。今日のアンパンキッズ TV はぎゅっと固まるすなすな、アナと雪の女王セットを紹介するよ。早速開けてみよう。いっぱい入ってるね。早速お砂で遊ぼう。待って、そのままお砂で遊んだらお部屋が散らかっちゃうよ。付属のシートを広げて、その上で遊ぼうね。お砂だ。とりあえずお山を作ってみよう。お山も簡単にギュッと固まるね。それじゃあオラフを作ってみよう。すな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 、お砂を詰めて、すな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 、ぎゅーっ、オラフができる。できた。オラフができたよ。次は穴を作ろう。すな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 、お砂を詰めて、すな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 、ぎゅーっ、穴が作れる。できた。穴の完成。次はエルサを作ろう。すな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 、お砂を詰めて、すな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 、ぎゅーっ、エルサもできる。できた。エルサの完成。いいねいいね。ところで、前と後ろを変えても作れるんじゃないかな。早速やってみよう。後ろがエルサで、前がオラフ。エルサとオラフで、オラサ。後ろがアナで、前がエルサ。アナとエルサで、朝。後ろがオラフで、前がアナ。オラフとアナで、おなら。おなら。じゃなくて、アナフでいいかな。最後はお城を作ってみんなを飾ろう。できた。大満足。ギュッと固まるすなすな、アナと雪の女王セット。みんなもギュッと固めて遊んでみてね。このマークを押すと他にも面白い動画が見られるよ。どうだ、でっけえだろ。アンパンマンのカラフルお出かけ砂場セット。今日はこれで遊んじゃうぜ。ワイルドだろ。アンパンマンのスコップだぜ。バイキンマンの熊手だぜ。キネティックサンド出しちゃうぜ。どうだ、砂砂砂、すげえ砂の量だろ。
こいつらを使ってガシ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 ガトンネルだぜ、トンネル、トンネル、トンネルだぜ。向こうからアンパンマンも見えるぜ。ワイルドだろ。まだまだ行くぜ。ガシ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 ぶっ飛ばしすぎたぜ。今度はうまくいったぜ。まだまだ行くぜ。アンパンマンの顔、バイキンマンの顔、アンパンマンの顔、うりゃーうりゃーうおりゃー、何ができるかな。顔ができたぜ。うりゃー、だるまに乗っけてみるぜ。やりすぎた。顔がでかすぎたぜ。ワイルドだろ。もっかい行くぜ。うりゃー、今度はうまくいったぜ。バイキンマンの顔、うりゃーうりゃーうおりゃー、何ができるかな。顔ができたぜ。うりゃー、だるまに乗っけてみるぜ。どうだ、ワイルドだろ。アンパンマンのカラフルお出かけ砂場セット、ワイルドだろ。右上のボタンも押してみるんだぜ。砂場で遊ぶときは周りの友達と仲良くするんだぜ。おもちゃを取り合って喧嘩なんかするんじゃねえぞ。アンパンマンのカラフルお出かけ砂場セット、ワイルドだろ。アンパンマンカラフルお出かけ砂場セット、ワイルドだろ。